どうも皆さんこんにちは。ということで今日はですね、大型スーパーで見つけたカップ麺なんですけども、有名ラーメン店で名前は聞いたことあると思うんですけど食べたことないんですが、こちら一蘭、こちら有名らしいんですよね。私は田舎やから一蘭というお店がないのでよくわからないんですが、なんとこのカップ麺490何がしで税込みで500円台ワンコインもするんです。こんな高いカップ麺見たことない。秘伝のタレ付き一蘭豚骨、あえて具材は入れてません。具材も入ってない。それはラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただくため、麺スープ秘伝のタレが作り出す美味しさにただひたすらに向き合える一杯です。ものすごく自信があるんでしょうね。これ、はい、ノンフライ麺秘伝のタレ付き一蘭、これはねローソンカップ麺シリーズとはまた別です。全然気になったので買ってまいりました。私が一応どんな味かというのを確かめたいと思います。召し上がりの直前にお入れください。辛いのでお好みに合わせて量を調整してください。辛いのが入れるとね、お茶代わりに今日はですね、札幌の冬物語、あの冬の味わいというのね。あまりこの札幌ビールは私は飲まないんですが、いけるのな、力は札幌だとか。いただきまーす。それそれ、あ、久しぶりに出ました。うまい。これやっぱり発泡酒じゃないからうまいな。札幌もうまい。お湯入れて、これぐらいかな。はい、お湯を入れました。これも蓋の上で温めてということで、言い忘れましたが今日の麺のとも、ローソンに売ってる塩にぎりなんてことはない塩にぎりですが、お米と塩加減がいいんでしょうか。美味しいよねこれ。これやっぱり生ビールやからこれうまいな。多少早くてもいい、大丈夫だ。秘伝のタレ最後後入れ、後入れ、うわ、これなんかもう食品会社が研究したんやろな。うわすごい、豚骨の色になってるし、ね、あの粉が豚骨の成分が入っとんのやろな、あの粉に。すごい研究したんやろな、科学者のように。うわすげえすげえすごいすごいの。うわっ、うわっ、醤油系や。うわっすごい。そしてこれが最後の秘伝のタレいうの。これどんなんやろこれ。うわっ辛いように見えんけどな、これ。ああ辛そう、あ辛いよ、入ってそう。でも辛いから調整して言うけど食べんと分からへんもんな、これ。こんな何にも入ってない麺とスープだけ。いただきます。一番おいしい、おいしそうな豚骨の風味。あ、おいろんな味が入ってる感じ。
500円も仕上がってという方になるのかと思ったら、だけある。豚骨のあの嫌な臭みがないもんね。美味しさだけ切り取った感じやな。うん、美味しい。ほんまにマジで嘘ちゃうよ。これローソンカップ麺シリーズやったらいきなり優勝かからん。値段が違うわな、これ。倍以上やもんね、ローソンのカップ麺で240円とか250円とかあるでしょ。もうちょっと辛いですな。まあまあ、あの濃いだしってあれでしょ。濃いだしいうのいっぱいあるけど、この濃いは濃いけど、なんかいろんな味を感じるね。すげえ。これは友達に勧めよう。いや、値段で嫌がるから。スーパーで置いてるけども、めこれはおにぎりも進むで。よう研究したな、これ。一蘭ってほんまの味はどんなの？やっぱりこれは味を似せてるんやろうけど、本当のだしと本当の美味しい麺と味を出したいから言うと、これ麺は柔らかいから嫌いじゃないんだけど、もうちょっと生麺に近いような仕上がりたいけど、これカップ、柔らかすぎるからカップ麺みたいな感じや。あのカップ麺だけど、最近汁は全部飲まないようにしてるんですよ。超えすぎてるからな。けどこれ汁残したらもったいない感じがする。置いとくんだ。一蘭恐るべし。カップ麺でこの味出すと。見て、一蘭さん、ごちそうさまでした。美味しかった。